応援したいと思った人は、チャンネル登録と高評価よろしくね。30秒でわかる超激縛りルール。プレイヤーはこの4人だよ。マリオがレイム、ルイージが僕、ピーチがマリサ、キノピオがヨウムだよ。オッケー。1P と 2P は背負う人、3P と 4P は背負われる人だよ。コースへ入るごとに毎回シャッフルして決めるよ。アイテムの使用はすべてオッケー。ワンナップキノコもオッケー。カジノもオッケー。無限ワンナップは禁止。中間地点はオッケーだよ。ボスは背負われている人を投げて攻撃。投げて攻撃できない時は仕方ないね。背負えない場合は置いていき、なるべくすぐにシャボン玉を割ってね。ラジャー。さて、そろそろクッパ戦もかなり近く。戦うまでにもうちょっと残機は増やしておきたいわね。せめて40機までは戻したいんだぜ。こうなったら無限ワンナップで。縛りはどうした縛りは。やだな、冗談じゃないか冗談。冗談は顔だけにするんだにょん。分量無に言われるとなんかダメージがでかい。ゴトゴトンの溶岩弾に。コンビか。夢なしコンビなんだよそれは。いや夢夢コンビの逆だねっていう視聴者さんからのコメントが。確かに言われてみれば。だがしかし夢がないみたいでなんか悲しくなるんだぜ。そこはもう割り切っていくしか。うわぁ、このステージ。これはお互い邪魔し合って落ちなければいいんだけど。でも別にジャンプする必要はないんだよね。逆にジャンプする方が危ない気がする。でもめっちゃ飛ばされそうな勢いはあるよな。てか、これって確か落下もあったわよね。いやマジ怖い怖い。でも特に何もしなければ大丈夫みたいだよね。さて、もうすぐ最初のグリーンスター。よし、私が取りに行くんだぜ。ちょっと心配だから僕も取りに行こう。ピアノして。何やってんだよお前。違うんだよ僕はマリサが失敗した時のカバーを。お前私を見くびってんじゃねえか。そうだね、もうちょっとマリサを信じればよかった。ちょっとマリサちゃん。一気にショート格闘だな。そんなことより僕はここで復活しちゃったけど。無駄な復活だったな。ポコニャンはさっきから踏んだり蹴ったり。本当に私のことを踏んだしな。とりあえず休憩ポイントだね。ここのアイテムは。おお、この歯はめちゃめちゃありがたいな。ここでの滞空時間は超強そうだもんね。霊夢にもあげるんだぜ。ありがとさん。今の渡し方だとアイテム1個分損したけどね。まあ、まだもう1箇所アイテムがあったはずだし。ここまででアイテムがなくなってたりして。お前はすでに残機を2つ減らしてるけどな。ここからの僕は後味も後味も違う。多分誰も期待してないと思うけど。ちょっと。次はハンコだっけ？確かこの坂降りた後かな。で、これもそのまま待機で大丈夫だよな。無駄にジャンプしたりとかはダメよ。ポコニャンさん大丈夫か？ヨウムごめんでも僕が食らってないからまだ。よし私がハンコを取りに行くんだぜ。ちょっとポコニャンさん。ごめんでもまだちゃんと担いでるよ。ポコニャンさえ食らわなければ持ち上げ解除はされないからな。ここを滑り降りたらストックのアイテムを渡すよ。なんとか残機を減らさずに済んだわね。本当に怖かったんだよん。さあヨウム、アイテムを。でおい早くしねえとあのキモい奴が襲ってくるぞ。おおここは全力ダッシュで抜けるぞ。おい私を置いてくんじゃねえぞ。まあ、タヌキの強いところが発揮できそうね。特にマリサちゃんは滞空時間がすごいんだよ。よーし、ポコニャン手分けして緑恋に集めるぞ。キモいやつには触れないように。よく見たらポコニャンに顔似てない？なるほど類は友を呼ぶってか。いやだか全然似てないから。たく。さあまたこの歯を補充できるね。でも何も考えずに取っちゃうと。スーパーベルがなくなっちゃうよね。ゴール用に1個は残しておきたいんだぜ。ベルだけこっちに置いといてと。よし、ここでまたこの歯を取れば。これでベルを1個ストックしてる状態に。あとはこのままゴールを目指すだけだもんね。いやまだ最後のグリーンスターが残ってるよ。さ、最後ってどこだっけか。確かこれに乗ってればそのうち見えてくるはず。ていうかこの形だとめちゃめちゃ上に上がるのな。遅れないように気をつけなきゃだね。あらーちゃん注目は割って危なすぎるんだもん。どうにかして倒せねえか。倒したいけどジャンプするのは危ないし。やったダイレクトでグリーンスターをゲットしたもんね。担いでるからジャンプする必要はなかったな。よし、このまま落ち着いていけば。ピョン中に。いや全然落ち着いてないじゃねえか。落ち着きながらピョン中に当たったと言いますか。余計に立ちが悪いわ。ったく。増やすどころかどんどん減って。ごめん今のは僕もびっくりで。これもうゴールだよな。マジでヨウムがいないから復活させなきゃ。そうなるとてっぺんか。いつものあれをやればいいんじゃない？いやースーパーベルをストックに持っといてよかったんだぜ。あとは前みたいに失敗しないように。いや前はお前がミスったんだからな。今回は変なことはしないから。じゃあ理想的な形なんだぜ。毎回こうだといいんだけどね。私だけニャーを。いや全然羨ましくないっていうか。いやその言い方は羨ましがってるだろ。というかポコニャンあんたはまたやらかしてるんだから反省しなさい。いやマジでごめんよ。いやなんでお前ドベチンなんだよ。やらかしたからその分マイナスなんだもん。いやそんな程度ないから。あれ？そういえばもうここから通常ステージがなくなるんじゃ。でもしかしてボスラッシュが？ボスラッシュというか1ステージずつ倒していく感じだけど。このサーカスの奴らか。さらに残機が減りそうな予感が。いや逆に増やしちゃおうよ。どうやってだよ。でも倒したらコインがちょっともらえるもんね。ビビたるものだけど。ボス分裂再び。ボス分裂。今度は犬夢コンビだにょん。だがしかしボス分裂はヤバいぞ。確かダブルチェリーがあったわよね。レイムちゃんにあげるにょん。そういえばボスのフニフニをフニフニさせるとかなんとか。フニフニのお掃除は私に任せるのよ。ハッハー、私たちレイムちゃん5人衆、私たちがいろんなものをお掃除しちゃうわよ。ああ、これはかしましいものが始まりそうだね。全部一人だけどな。よし、ここは気合を入れてレイムちゃん台風。いや煙が立つすぎ。喋るだけでもうるさいのに行動もうるさいとは。てか、前と強さが変わってるにょん。そう、着地の時にあれが。これだけ数が有利ならなんとかなるわよ。でも着地した時に波動が出るから。いやー、これも触れたらダメージ食らうのね。果たしてレイムは全員避けられるのか。どうして誰もいなくなったとか。ダメじゃねえか。くっ、しゃーなしね。まずはこのフニフニを全部フニフニさせるわ。おお、そのジップ回転はめちゃめちゃ強いな。あ、これで次に分裂した時のフニフニがかなり少なくなってるよね。その時が攻撃のチャンスってわけね。まあ、数体は出るからそれをどう対処するかだけど。波動も出るからちゃんと避けなきゃだしな。さあ分裂したのよ。よし行くわよ、ヨウム。ごめんなさい、またダメージ食らっちゃったよん。大丈夫、まだやられたわけじゃないわ。さっきのポコニャンは4機も減らしてたからな。と比べるのはやめてくれませんかね。オッケー、まずは一発入れといたわ。このまま勢いに乗っちゃうわよ。でも、分裂した時のフニフニはまた復活しちゃうからね。そしたらまた私がフニフニするから大丈夫よ。フニフニばっか言っててわけがわからなくなりそうだぜ。さて、私はまたダブルチェリーを取ったから2倍でお掃除できるわね。ちょっとポコニャンには待機しててもらって、じゃあここからだわん。波動の残り場が残ってたな。いや残り場ってなんか臭そうね。でもしかしてヨウムさりげにダメージ与えてた。うふふ、レイムちゃんにフニフニが集まってたから本体がガラ空きだったのん。そうか、その手があったのか。なるほど、フニフニを私がおびき寄せればヨウムが攻撃に集中できるのん。あのさりげに私やられちまってるが、今のは運が悪かったとしか。エメリカちゃんがいないからヨウム攻撃ができないのん。こうなったら私がとどめを。うわー惜しいんだぜ。フニフニが僕をフニフニして、だが正当勝ってるから本体がガラ空きなんだのん。っておー、ヨウムがとどめを。やった、当てられたんだのん。しかもフニフニも消えたから僕もギリギリ生き残れたよ。おお、ここで生存できたのはデカすぎるんだぜ。大健闘ね、ヨウム。これは間違いなく MVP だよ。んでもマリサちゃんがやられちゃったのん。いや、二次被害が出る前に倒せたから全然オッケーなんだぜ。ごめんね、私が全然活躍できなくて。一応ダブルチェリーでまた二人になったけど、ただかしましいってだけだね。はい、ポコニャンだけボールボールてっぺんなしね。やめてよ、そんな地味な嫌がらせ。でも、ゴール方法はどうするにょん。私たち夢夢コンビはくるくるジャンプの方が良さそうね。オッケーだにょん。じゃ、先にヨウムに行ってもらって。あっとポコニャンさんが。じゃあ頼んでるあれか。本当にポコニャンだけボールをお預けに。でも、3人の方がバランスがいいかしら。これからはこの3人で実況していくか。にょんにょん。どうにか勝手に話を進めないでくれる？あら、私が一番、本当の一番はヨウムなんだぜ。ふう。でもコインでワンナップできたからプラマイゼロだったね。うん。しかも確か次のボスって、